でも大きな商業施設を作るなんて旧世界の人類は余裕があったんですね。たくさんの商品を前に買い物できたら楽しいでしょうね。私たちには必要ない。いや、そんなこともないですよ。機械生命体を殲滅させたら僕たち兵士はやることがなくなります。そうしたら平和に暮らす日がきっと来るはずです。そうだ、平和になったら一緒に買い物に行きましょうよ。 2B にお似合いの T シャツとか買ってあげます。 T シャツ？あれ、いらないですか？いや、その日が来たらいつか行こう。本当ですか？約束ですからね。ああ、へえ、変わった花ですね。月の涙と呼ばれる植物。月の涙。いつの間に。この花、月の涙って言うんですね。これを見ているとなんだかいろいろなことを思い出します。なぜだかは分かりませんが、巨大なイノシシに何度も襲われたことや、体を壊されてその度にいろんな部位を装着して試したりとか。なかなか壮絶ですね。それにこの花を見るとよくわからない感情に満たされるんです。胸のあたりがキュッとするような。あの、一つお願いがあるんですけど、いいですか？もしこの月の涙の咲いている場所を他にも見つけたら教えてください。このよくわからない思いの正体を知りたいんです。だからお願いします。ありがとうございます。もし月の涙を見つけた時はこの周波数に通信してください。ではお願いします。Thank you.
生命体がいるな。敵個体の一部からジャミング電波を確認。ジャミング？厄介ですね。一部からジャミング電波を確認。ジャミング？やっかいですね。
生機械生命体の排除およびアクセスポイントの復旧を確認。バンカーより 2B へ。たった今アクセスポイントの回復を確認した。ご苦労。司令官、その件で報告があります。なんだ。アクセスポイント不調の原因はジャミング電波を出していた機械生命体が原因でした。その設備が我々の通信端末であることを理解してるってことか。それだけじゃありません。奴らは通信端末であることを理解しているのにアクセスポイントを破壊していませんでした。多分罠を張ってたんだと思います。そこまで知性が発達してるのか、機械どもめ。この件は月面の人類会議にも共有しておく。了解。ですね、どうして機械生命体は襲ってくるタイプとそうでないタイプがいるんだろう。